久保さん。いやー、一心同体すか。一本取られましたね。勝てねえな <laughs>。もう、白旗、白旗100個ぐらいあげますよ <laughs>。一心同体と言われたらね、もう終わりですね <laughs>。もう完全論破されましたね、うん。やっぱね、僕はやっぱ、久保さんの領域に早く行かないとだ、早くというか、まあ、まあ、最終的にね、あの、行けばいいかなと。 ま、40からまた積み上げていくんで、隠居道を。隠居道っていいかもしれないですね。隠居してないけど、隠居への道40からと。隠居道っていいかなちょ、40からちょっと隠居道をちょっとシリーズ化しようかな。隠居道っていう <laughs>。隠居への道みたいな。いいっすね。今、今頃カンフーしてるのがわかんないですけど、今僕ね、あの、飯作ってるんですけど、今スープ作って、あの、煮込んでますけど、 まああの久保さんはねもう本当に商品販売しなくてもセールスしなくてもおまあ仮にそっか塾が一本も売れなかったとしてもまあ飯食えるっていう状況にいてるので、まあ、僕もねドリアカがたとえ一本も売れなかったとしてもドリアカの講義は作るけれどもおなんだ運営はしていくけれども自分の生計も成り立っていくっていう状況をやっぱ作るっていうことがあまあ大事かなと思いますね。 うん、だから久保さんが一つ言ってたので、思いを実現するっていうのが唯一の、まあ、生きていく上での目的ではないかと。唯一というかねそ、そういうのが目的じゃねえかみたいな話をしてたと思うんですけど、まあ、本当にその通りだと思いますね。うん。多分ね、僕思うんですけど、指さしてる人って心の中では本当はそれを手にしたいと思ってると思うんですよ。本当に興味なかったら指さす必要ないじゃないですか。興味がないんだから。 な何か指さすっていうことはそこの中にクソ、嫉妬があったりとか、うん、俺とお前は違うんだよと。本当はそうなりたいけども、多分そういう感情があるんじゃないかなと思います。僕自身も昔そうだったんで、あの、ベンツを見るたびにね、クソと思ってましたからね。うーん、だからベンツが、いまだにベンツは嫌いですけど。うん。だからその思ったことをやっぱ実現するっていうことが非常に大事なのかなと。 だ思考は実現化するではなく、思いを実現化しろ。でいいですかね。思考は実現化するではなく、思いを実現化しろ。いってらっしゃい。